はい、じゃあ後ろから集めて。立花さん、こんな時に場所も選ばずごめんなさい。あなたのことがずっと好きでした。付き合ってください。じゃあ時と場所を選んで。そこ座れ。はい。ああ、やっちまった。とクレハ、これじゃあ食べにくいだろ。そうね、ごめんなさい。ケアルナ。はい。ガンナイ、もういっそこいつを脱がしてどこが違うのか確認すればよくない。はい、お兄さん、メグミンです。あ、内緒だけどな。だから頼む。このままだと俺は荒ぶる女子ともにパンツを脱がされてしまうんだよ。ちょっと待て、お前何やってんだ。だって着てたらできないでしょ。何がセックス。私初めてだけどいいよ別に。あんたの好きにすれば。こういう場合先に下着も脱いだ方がいいの。お前の相手なんてお断りだ。なんでよ。どうせあんたいつもそんなことばっかり。そして、ヨナ姫。火の部族、このカンテジュンが。見てください、姫様。自然がいっぱいだ。なぜ私が話しかけてる最中に自然を満喫するのだ。おお、なんだ。俺に話しかけてたのか。もうそう、男だよね。生物学的にはね。だけど安心して、心は乙女よ。いや、安心する意味がよくわからないけど。お兄さん真面目なのね。でもそういうのも素敵。私も狙ってみちゃおうかな。冗談だから雫それしまって。朝よね。おっきしとるか男子だもん。そんなにでけえ声出さなくても聞こえんだろう。まさかそんなに欲求不満やったんか。レッド気づかなくてすまへん。マヨ、それならそう言ってくれれば手伝ってやんのに。はあ、やっぱり助けてくれ、ソーマ。これは、これは下着ですか。はい、これは下着です。ノアの下着です。それは白いです。おかえりなさい。ご飯にする？お風呂にする？それとも…し？素敵なお兄さんだよね。当然です。私とお兄さんは絶対そんな関係にはならないから。何ですか？兄に魅力がないとでも言うんですか？ああ、もうめんどくさ。先輩、今一瞬ヴィーナスが誕生しませんでした。かわいそうルネッサンス。やめて。ん？何の話？ちょっと芸術について。
お、なんだ、地震か。あ、タイツを脱ぐ女子ってなんかエロいな。みんなバカ。確かに最高だな。何足ばかり見てんの。すげえいい。お姉ちゃんの体をエロい目で見んな。挟まれたい。言っておくが顔だからな。顔なら大丈夫って発想が頭おかしい。マジ死ね。あ、起きないか。しょうがないな。悪い子はパンツを脱がされてもしょうがないぞ。できればエマにいてもらいたいけど。乗るのバカだ。エマ、相変わらずのいいタイミング。それに相変わらずの大賢者使うんでしょ。だったら。ああ、キスならもう大丈夫だよ。頭痛耐性覚えたから。あ、ライド、あの女め、いい雰囲気になりよって。あ、ゴキじゃねえ、セレ。僕は絶対リホさんを裏切りません。ロイド。裏切り者。いつからそこに。あ、ナオフミ、貴様、あのデブドリみたいにヒーロちゃんにまで許さん。ヒーロのことデブドリって言った。槍の人嫌い。え、君が、あの、で、あ、店長、全部片付けます。あんたを好きって言ったのよ。対象外なら無理にでも意識させてやるわ。あんたみたいな男でも好きになる女子が地球上に一人くらいいるって言ったわよね。